家建てるーあれ、明日って言えなかったっけ俺、24日の日付が変わって午前0時2何分とかにさ、あの、手続きしたんよな。そんで、次の日には建ってるだものみたいなことを聞いたけどさ、25日になってから家ができるかなと思っとったら、もうできどんやな。 広くなってるなぁ。だいたいマス、1、2。1、2って、それぞれに2マスずつ広がっとんじゃ。電気がボタンでこう切り替えれるやな。でもってこれが、アイテムこっちに、 ストックできるんつまり。あれマジかこれ。ああ、もうこういう上から目線でさ、こう配置できるん <laughs> すごい便利機能ですね。<laughs> 何か話してるな、おい。とにかく、おうちを持つ お客の前で何店員同士で話をするなお客を放置するな来とるぞその辺どうにかうまいことやってちょうだい何年も僕のもとで修行を積んでる二人ならこのくらい朝飯前のスタッフなの <laughs> お客おるぞお客をほったらかしてレジレジバンせずにおるとかダメだぞお前どうもどうも鈴木輔さんおうちゃんと立ったでしょ めっちゃ短時間で立っとったわ1位と言わず半日ぐらいで立てたなお前これから一気に快適に暮らせるようになると思うだなもテントと違って壁紙や床板も自由に張り替えられるし使わない角をしまっておけるちょっとした収納もついてるんなもあれ便利やなあんな機能加工サにもあったっけなかったんじゃないかな まあ、過去作とそんなに嫌たことないけどさ。そうそうそれと、お家を持ってる人はみんな、ハッピーホームアカデミーに入会してもらうことになってるんだなもん、もう。なんだそれ月額5000円も取られるんか、お前。巻き上げるんか、それで、月額を。定期的に会員のお家を評価してアドバイスをお届けしたり。やめて、ちょっと。 俺、こっちは、こっちとら、自由にやっていきたいですさ、そんな評価して批評とか送ってこんといてな。俺、人に見せるために部屋作ってんじゃなくて、自分が快適に過ごしたい,いがために部屋、うまいこと整理してるんよ。その、人に見せるためのもんじゃないんよな、俺。そういうっと,とさ、俺、方向性の違いっていうか、感じるわ、お前と。 評価の高い会員さんには記念品を送ったりしている期間なんだもん。あ、でもか記念品は欲しいわ。人からの評価なんかどうでもいける記念品はもらいたいな、これ。まあ、評価は勝手にやってくれるし、特に面倒なことはならないから、気楽に考えておいてくれればいいからね。でもさ、勝手にやってくれるってつまりさ、いつ監視されてるか分からんってことだよな。 プライバシーのあれとかあるやん。もし、俺が一人エッチとかしてるときに、これ見られとったらさ、歌えるで。ということで、マイホームの代金として、9万8千ベルのローを組ませていただきまーすお前、帰りの話になると、いつも、顔の周りがフローラルしてるな。俺はベルでもいいんやけどな、マイルでも払えるもんなん、これって。 あいにくあれは移住費限定の特別なキャンペーンだったんだもん今回からはちゃんとお金を払ってねほうほうでもベルの方がたまりやすいと思うけどまあそれでいいと思うあでも支配は分割で大丈夫なんだもん余裕のある時に少しずつでいいからタルポードの ATM から返済してねさて大事の説明はこのくらいにして最後に僕から佐々木さんに新宿祝いのプレゼントがあるんだもんなんだなんだ なんとなんとマイル交換の超イシしシアイテムマイル旅行券をプレゼントするだだもん何それマイル旅行店はマイルで引き換えるだけで手に入るス,スペシャルな旅行券なんだもん自分の住む島はどんどん発展させて豊かに暮らしたいけど無人島生活の気分も捨てたくないそんなわがままなお客さんのニーズにお応えして作ったんだもん 考慮貢献を使えば、いつでも手軽に、どっかの小さな無人島に拾っとみ。旅先での出会いに期待するもよし、DIY 材料遊びに励むもよし、好きに過ごしてくれたらいいだな、もう。違う島に探検しに行けるってことか。いいね。とにかく、飛行場に預けておいてから、いつでも好きなタイミングで使ってみてちょうだい。それじゃあ、ほやほや新宿での新、制作を楽しんでね、旦那も。今のがフレンドに行くための、 条件だったんかなフレンドのところにの島に行く条件みたいなだったかなあいやどうお前もよがってくれるのかまあなんで俺以外のいい奴らが先に家建ててから俺に紹介するかって言ったら謎めいたところなんやけどなお前らなぜ俺にも紹介してくれんかったん どうしたなんだ。これが面倒くさいことをしないといけないようなフラグがビンビン来てるぞ。もしよろしければ、とりあえずお話でも聞いてもらえませんかありがとうございます。でも、では早速なのですが、相談というのはですね、お家を建てるための準備のことなんです。お店か。 黒島での暮らしが始まって、中には鈴木がさんのようにマイホームを持てる方も出始めました。出始めましたっていうか、俺は最後だったけどな。<laughs> 黒島の住人の中では俺最後だったけどな。こ石必要なものも増えてくると思うので、もっといろんな商品を扱いたいのですが、さすがにここではスペースが限界なんです。そうだな、狭そうだもん。それで社長ともあれこれ相談しまして、一日でも早く。 お店を建てるんだでもということに決まった,んですただ困ったことに建ん資材の確ほが追い付いていなくてお店の建築にもで回せないんですえ、いえあんなにスピーディーに建てたのにそこでお願かいなのですが島の木や岩から取れる材料を集めて提供していただけないでしょうかあめんどくさいことのフラグがビンビンきてるのはこのことだったんだなって思いました。 建築用なだけあって、相当の量を揃えていただく必要はあるのですが、それぞれの謝礼はご用意しますので、なんだその店のオーナーになっていいんか俺が。しょうがないなオーナーにしてくれるんだったら考えてあげてもいいよ。ありがとうございます。では早速、集めてい,いただきたい材料などですが、 木材、硬い木材柔らかい木材をそれぞれ30本ずつとあと鉄鉱石も30個お願いしますあ思っとったよりなんか数値にしてみてえなあんまり多いわけじゃないけどさあーでもあれか斧で手に入る量がどれぐらい1本あたりどれぐらいかって言うたら考えたらまあ多い数字ではあるんかちなみに産地にはこだわりませんのでこの島だけではなく予想島からもかき集めていただいて問題ないんです さずききさんのペースで集め終わった時で大丈夫ですので、豪華ご協力お願い、よろしくお願いします。わかった。よっしゃー、将来的に俺が店のオーナーになれる時が来るでみんな。おい、持ってきたぜ。<laughs> 見て、この半妙とかいうさ、名前からどんな昆虫か想像がつきにくいさ。 もう見た、見たことない昆虫ランキングの上位に上がってくるだろう、虫見つけてきたわ、お前。半妙ってなんだよ、半妙って。半妙って聞いてどんな虫か想像できる人いますか <laughs> これはちょっと聞いておきたいわ。どんな虫なん、半妙って。<laughs> 何3年そばにしてんだよ、お前。<laughs> そうなんじゃ。飛んでは止まりって、見た目の解説してほしいんやけどさ、どんな虫やな、これ。知らん、知らん、知らん。知らん、知らん、知らん。知らんわ。どんな虫か知らんからな。知らんって、お前。わー、あとて点じゃ。なんか、あと一点与えれば、博物館オープンできるんじゃ。 欲しい、なんか。家建てたけんか、なんかお祝い来とるな、これ。新宿、おめでとうございます。突然のお手紙失礼します。我々はマイホームにお住まいの皆様に、住みよい部屋作りのアドバイスをお届けする、ハッピーホームアカデミーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。新宿のお祝いを、 同封いたします。サンキューお前らか。俺の部屋を定期的に観察しては評価しようっていう。いや、いやらしいような奴らは、お前。やめてな。俺が一人、同じ、一人エッチしているとき、視察するのやめてな、ね。あと、あいつ、ジョニー。ディアー、せつの九福さん。絶対、説明のところ助けていただき、ありがとうございます。 無事、仲間のことに帰ることができました。これは、お礼の品です。大事にしてくれると嬉しいです。ジョニーより愛を込めて、チュッチュッチュッ。やめろ、気持ち悪い。俺、男から使える趣味はないんじゃん、お前。女の子から使えるんだったら、もう、ウェルカムなんやけどな。ええー、とよ。なんだこれ。<laughs> ハけてみるか。<laughs> いやこれどっちのプレゼントだよどっちからプレゼントのプレゼントだよあれどっちからくれたプレゼントだんこれ <laughs> 見てなかったらプレゼントしつしか書いてないけんさ <laughs> どっちからくれたプレゼントこれ <laughs> これは木製ローテーブルあー <laughs> 多分、その、ハッピーホームアカデミーっていうぐらいやけどさ、この、家具の DIY のレシピなんだろうな、これ。送ってくるのはさ、順当と考えれば、ジョニーのやつか、<laughs> こんなお面送ってきたジョニーのやつだな、絶対これ。<laughs> お前、センスないな。な <laughs> ん <laughs> <laughs> だ、これ、シュールな感じ。なんだ、これ <laughs>。 合わせてきとるじゃないか、これ。<laughs> 木製ローテーブル。興味あるな。ちょうど家が広かったし、奥にいいじゃないかな。なんでパチンコ置いたん <laughs> <laughs> わっ。素朴な感じがあって、あー、木材が足りない。 ちょうど木材をさ、星が集めなあかんって言われたもんな。なんか怖いな <laughs> こんな奴が日中、なんか、夜、夜中とかこう歩き回るんだら怖いな <laughs> 作った <laughs> もう顔がシュールすぎてさ。なんか出来た商品の名前なんか見てないわ、お前。<laughs> ぶっちゃけ。マイルーク5千玉取るんやないか。よっしゃーえーっと、どれやったっけええー。これこれこれ。これでアイテム欄が整理されて大きくなる、増えるんじゃないアイテム欄が。 一杯おっぱいなよった。俺のアイプレ、アイテム欄の埋まり具合にもさよならじゃ。毎度、チケット購入した時みたいな感じで出てくるな、お前。<laughs> <laughs> てか、ようかげ、たぬきチラ、こんな変なのおめえしたやつ来てさ、なんともうまかっただろうかな。 どうなるんわあー一列増えてるーめっちゃ広なってるーやったー見てくださいこの俺のセンスのある部屋入ればこの手下たち5人に身をお出迎えられてここここ この鏡前から置いとったけどさ、それをこういう木製のテーブルの上に置くっていうセンスの良さ。そしてこれまで使っていた、オルスオーラ悟空 T シャツをここに配置してベッドというね。ああ。もうちょい家具欲しいな。<laughs>